はいどうもこんにちは、お世話になります、井ヶ谷の寺澤です。はい、今日は何の動画かと言いますと、ドーンとドーンですね、井ヶ谷オリジナルベイプリキッド第1弾スイート焼き芋が完成しましたというご報告ですね。はい、まあ単純に焼き芋リキッドなんですけども、あ、でですね、編集ができないくせに、こう、だらだら話すなということで、台本が今日はありますね。はい。これに沿っていきますね。で、まずですね、流れを言いますと、このリキッドを作成する流れですね。なにわ電念さんの熊さんから、9月中旬ぐらい、十何日かに、岩屋さんオリジナルリキッドはどうでしょうかというご提案をいただきまして、おーっと、そんな夢のような、そんな夢のようなことができるのかいっていう感じで、もうやりやさせていただきますという感じで、もうその時はもうぜひ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 という感じでスタートをしました。9月中旬ですね、2018年の9月中旬。はい。で、何のリキッドにするか、何のリキッドにするか、候補を、いろいろ私提案をさせていただいたら、やっぱ、できないことはないけれども、外国から香料を輸入すると、激高になっちゃう。高額になっちゃうっていうものもあって、で、最終的に落ち着いたのが、こちらの焼き芋ですね。焼き芋です。で、それが決定したのが10月初旬、1日、2日、3日とかそんな感じですね。10月。はい。去年の10月ですね。で、第1回目サンプルが届いたのが、10月末ですね。10月末に届きました。で、その時の私が思った感想は、スモーク感があってすごいなぁ。こんなことできるんだっていうか、もう完成じゃん。完成じゃんと思いました。でも、それは私がもう焼き芋リキッドとして吸ってるので、もう先入観がもう頭入ってて、もう焼き芋としか思わないんで、これはもう私が客観的に見れないって判断しましたんで、私、井ヶ谷にご来店いただくお客様に、テイスティングをお願いしました。はい。それは、焼き芋リキッドっていうことを言わずに、なんだと思いますかっていうクイズ形式のような感じで、テイスティングをお願いしました。はい。そして、その時に出てきた感想が、栗。はい。天津甘栗をこう、作ってる、もわーんと、こう、機械で作ってますね。その時、もわーんと上がってくる蒸気の、匂いですね。マロン、栗です。はい。と、ポップコーン。やっぱりこう香ばし感が、ポップコーンが感じるという方もいました。で、あと、小水圏で高菜っていう方もいました。はい。高菜って、リキッドとしては絶対美味しくないんで、それは、ダメだなと思って、まず、マロン感を消さないと、焼き芋って言っていただかないと、やっぱりダメなんで、もっと、その時に熊さんに、なにわ電念さんの熊さんに依頼したのは、もうちょっと芋感を出してほしいと。このスモーク感はすごくいいんで、それはそのままにしておいて、芋のもくもくもさもさした感を、芋を食ってる、満腹感を出してほしいって依頼して、2回目に来たのがです。来たのがというか、その時の納品になったのが、去年の12月2日だか3日だかに開催された、大阪ベイプパーティー冬の陣ですね。に私お邪魔させていただいて、熊さんから直接、こう、納品をいただいたんですけども、その時のリキッドが第2回目で、これかなり良かったですね。はい。美味しかったものです。はい。で、ですね、これ、
で、そういう風に出来上がっていった経緯ですね、今。でですね、最初は、あ、これもう完成したものについてですね、次。吸うと、なぜか、違和感、なんか風味に違和感を感じます。これは、正直、私も感じます。はい。なので、スティープというか、まろやかにすることが前提って言っちゃ、リキッドとしてどうなのって言われちゃいますけれども、そうしていただいた方が絶対に美味しいリキッドです。はい。はい。で、スティープって、一般的に言われてるのが、あれですよね。なんていうんですかね。ニコチンリキッドありきのものと言われてます。でもですね、ニコチンが入ってないリキッドも、例えばですね、何々の成分、何々の香料、何の香料、何の香料、何の香料ってガーって合わさったものが、それぞれに、このボトルやそういう作るところの中で分離してるわけですね。それが、こう混ざっていって、こうやってボトリングされるんですけども、ボトリングされてからもまだ、こう、混ざりきってないんです。混ざりきってないんですよね。それを、一体化させてまろやかにしてあげるっていうのはスティープなんです。はい。で、スティープの方法としましては、振るっていうことと、あとは、沸騰したお湯のところに、日本酒にお燗をつけるみたいな感じで、こう、短時間、キャップを外して、短時間入れてあげるっていう方法とか、いろいろあるんです。あとは振動かけてあげるとか、いろいろあるんですけども、それをしていただいた方が、まろやかになります。はい。で、その、最初の、違和感がなくなりますね。はい。で、味的にはですね、この味、昭和の焼き芋ではなくて、現代の焼き芋にしてあります。っていうのは、こう、焼き芋、真ん中とか途中でポカン、パコーンって割った時に、ふわふわふわ、もくもくっていうホクホク感あるんですけども、今の焼き芋って、さつまいも自体の品種にこだわってますよね。糖度何度とか、何度かわからないですけども、そういう甘いさつまいも、まあ、銘柄言っちゃうと問題になると思いますんで言いませんけども、甘い糖度にこだわったさつまいもを材料にしたさつまいもで作った焼き芋っていう感じで作ってます。はい。なので、こうやってパコーンって割った時に、ねっとり、ジューシーなねっとりしたものですね。はい。そう作った、それをイメージして作りました。はい。なんか話は、あれですけども。で、あれですね。こう、セッティングして、こういう感じなんですけども、これあれですね。ゆきさんコラボの時の、ギークベイプのブレードモッドに、やすにさんコラボの時のリカーブをセットしてますね、これ。はい。で、言ってみればこれ、ゆきさん、やすにさんのコラボですね。はい。まあまあ、それはいいとして、そういう風に、って最初吸ってますよね。あ、寝ようって置いときますよね。で、次の朝、ういっつって吸ってみると、この中で、また自然スティープされて、馴染んで、まろやかになってますね。これ、味がまた化けてます。はい。すごく美味しくなってます。はい。っていうスティープ方法もありますね。で、何ですか？ただ、今回、なにわ伝念さんにお願いして、なにわ伝念さんのリキッドって、眼駆がつかない。っていうことがすごく
重要なファクターの、リキッドメーカーさんですよね。眼球がつかない、つきにくいっていうことなんですけど、今回は本当にもう、熊さんに無理していただいて、お願いを して、こうしてください、愛してくださいって、すごく、わがままを言って叶えてもらったので、眼球はつきます。つきます。はい。それはもう、言っちゃいます。眼球はつくリキッドです。なので、今までのなにわ伝念さんのイメージで座れるとちょっと違いますね。はい。眼球はつきますので、ご了承いただける方はご注文くださいませ。はい。で、あれですね。こっからは、私がおすすめする、推奨するビルドセッティングを、お伝えしますんで、それを聞きたくなくて、ご自身で突き止めていきたい方は、ここで切っちゃってください。はい。これから話しますんで、プチッと切っちゃってください。はい。じゃあ、言いますね。で、抵抗値的には 0.8 オームから 1.0 オームの間で狙ってください。で、ワイヤー種類は、ニクロムをおすすめします。はい。これはカンタルでも何でもいいんですけども、推奨はニクロムです。で、ゲージ数は26から30ゲージ。はい。26、27、28、29、30ですね。今、奇数ゲージもありますんで、もう幅広くありますね。で、リカーブ、このようなリカーブのような形状だと、こういう形に足が出るんで、3.5 とか 4.5 ラップになります。で、こういう形とかこういう形に互い違いに足が出るタイプのものは、4から5ラップとかそういうことになりますね。はい。なのでその時にバッチリ決めたい 0.8 とかバッチリ決めたいっていう方は奇数ゲージとかそういうものが必要になってきますけれども、そんなにきっちりしなくていいんで、だいたい 0.8 から1をもう狙っていただければと思います。で、4ラップから5ラップとかそういう感じになるんで、そんなに幅はないんで、こうスペースドで組んでもらってっていうことになりますね。はい。で、ワット数はだいたい20から33ワットぐらいが良かったです、私が吸った時には。はい。それは好みなんで、はい、あれなんで、推奨は20から33ワットです。はい。で、あとはですね。そんな設定なんで、ドローはタイトドロー、重めのドローの方がおすすめいたします。はい。で、こういうセッティングは、今言ったセッティングは私の今のおすすめの一例なんで、ドローが軽い方がいい、もっと高ワットの方がいいとか、そういう好みがやっぱりありますんで、それはそれぞれのお客様それぞれの、お好みを見つけていただけましたら幸いですね。はい。あくまでも一例ですので、ご了承いただけましたら幸いですね。はい。ということで今日は、岩屋オリジナルリキッドスイート焼き芋のご紹介でした。宣伝になっちゃいますけども申し訳ございません。では最後言い忘れるとあれなんですけど、チャンネル登録いただけましたら幸いでございます。では今日はこの辺で、さようなら。